コックですね、手首の使い方、ちょっと丁寧に言っちゃうと、手の使い方っていうのは縦に手を動かすコッキングと、それから横にこう動かすヒンジングですよね。それとあとはこれがアームローテーション、クラブをひっくり返す動きですけど、この3つ、まああとこうちょっとこうシャフトローテーションのこういう動きも実はちょっと入るんですけど、クラブをねこう加速できないで、これは、ね、今日はねバンカーショットにもすごく重要になってくるし、それから入射角ですよね。あのアマチュアの方がアイアンがなかなかこううまく決まらないっていうのは、入射角っていう聞いたことありますかね。こう要はこれってフリップの動きなんですけど、そうじゃなくてこういうふうに上から入射角を上げて上からボールをまあ潰して打つとか、そういう表現の仕方もするんですね。でこれがねなかなか決まらない、うまくいかない。でこれはやっぱり一重にバックスイングでの左の側屈なんですけど、この左の側屈っていうのがうまく左の側屈がきっとクラブっていうのはボールに対して上から鋭角的に入ってくるんですね。でこの側屈がもう一つ、今日はこれが言いたくて今から少々お時間をいただきます。冬さんです。左のですね側屈、それと実はこのコックっていう動きですね、コックですね。これは左の側屈とコックっていうのは実はものすごくこう関係があるというか、つながってまして、まあ、ひたすら打ちではですね、左手を下、右手は引く、なんかこういう表現の仕方で、クラブはこう扱ってほしい、こう扱ってほしい、ね、左手を下に押しながら、右手は引きながら、少しこう回すんですけど、それと同時に、左の側屈をうまく使っていただくと、クラブっていうのは正しい軌道に乗ってきます。この途中に何なら飛球線と平行、地面と平行で11時なんていうポジションもあるわけです。なのでこの動きをちょっと誇張してですよ、皆さんもぜひやっていただきたいのは、左の側屈とコッキングを誇張して上げていただいて、上からボールを直接叩く練習をしてみてください。これで随分インパクトっていうのは、まあ、俗に言うこうダウンブローですね。ダウンブローってあ、こういうこと、これがダウンブローかいうのが味わえるかと思うんですけど、ここであえて、ね、ちょっと注意しておきたいのは、やはりねこれだけ言ってもこうやってボール打つ人が本当に多いんで、これだけはやめてください。これもう今なんか一目瞭然に見えたと思うんですけど、コックと左の側屈っていうのをこうしっかりね取れるようになると、これだけインパクトって強くなるんですけど、せっかくうまく上げられても回しちゃうと全然こうインパクトの迫力がなくなったと思うんですけど、これって急にダウンブローじゃなくなるんで、ぜひですねこの左の側屈とコッキングですね、左の側屈とコックをうまく合わせたらですか、左の筋から入ってますね、ここも入ってますね、ここからこの状態から絶対こうやらないで、下半身回さないで、ここから左にシフトして、絶対に腰も開かないで、わずかにこれだけの動作でも腰っていうのは回っちゃいます。バックスイングで入ったこのアングルを、この腰のアングルをキープしてしながら左に踏み込んで、そこから直接上からしっかりボールを叩くっていう練習をね、ぜひやってみてください。冒頭にちらっとですけど、これはバンカーショットにもものすごく役立ちますって言ったんですけど、この動きがまあまあ苦手というかできてない人に限って、バンカーショットの特にライが悪いバンカーに弱い、沈んでるとかちょっと目玉になっているとか、あとそうですね、距離を出さなければいけないバンカーっていうのもちょっと弱いかもしれないですね。だからこれを覚えるだけでこう皆さんやっぱりバンカーなかなか苦手というか、まあ、恐怖心だったりそういうのあると思うんですよね。これを練習していただくと、ちょっと上後ろに上にあるんで具体的にやっちゃいますけど、この左ソックスとコック今のこの動きを磨いていただくと
こうやってバンカーショットが打てるようになってくるんで、とこう悪いライからでもうまくバンカーがなんかで案外ですけどね、アウトが高いバンカーなんかもこっちの打ち方の方が出ますよ。バンカーショットってコック使って入射角を上げちゃった方がボール上に上がりますからね。なんとなくこのスイングから想像できる球ってちょっとこう分からない人っていうかね、あのハンディキャップもハイハンディというかたくさんある方なんかは今のイメージからするとボールって低くなるんじゃないのっていうふうに思えるかもしれないですけど、こちらの方がはるかにボールは上がります。なのでぜひですね、左の側屈とコックからのダウンスイングというのを練習してみてください。この動画を何回も繰り返し見てれば、ああそういうことかなっていうのが、これ本当に明日からバンカーよりの楽しみになってくるぐらいバンカーショットが上達します。ありがとうございました。で、無料動画はですね、すいませんけどここまで、ね、で、メンバーシップの無料動画をこの後で、もっとこうするとしっかりバンカーショットはもちろんなんですけど、もっとインパクトというか、そうですね、トップも実は大きくしようと思ったら結構あの関係してますよ。それからあとそれの副産物として結局そんなに手返さなくていいですよねっていう話にまで有料で持っていきたいと思います。ありがとうございました。